マツダズームズームスタジアム広島です。広島東洋カープ対横浜 DeNA ベイスターズ、この一戦をお送りいたします。カープの先発は右のコルニエル、対するベイスターズの先発はエースの今永、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなく試合開始となります。右のコルニエル、マウンドに上がります。まずは立ち上がりに注目しましょう。さあ、注目の立ち上がり、先頭バッターは佐野。第1球投げました、直球ストライク、アウトローへ。第2球投げました、危ない球。第3球を投げた、3球目空振り、タイミング合いません。次が4球目、投げた、打った、うまくカットした。マクブルーム軽快にさばいてワンアウト。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは2番強打、第1球投げた、1球目ストレート空振り、いきなり151キロ。第2球ボール、投球はこれから3球目、外れた、ボール。第4球を投げた、ボール、投げた、打ちました、1・2塁間へ、アウト。マクブルーム自分でベースを踏んでアウト。バッターは3番宮崎、第1球投げました、初球はストライク、いきなり152キロ。投げました、変化球ストライク、アウトコースへ、これで追い込みました。投げました、1球外してボール。さあ4球目、打った、左中間へ持っていきましたが、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。最後はいい守りを見せてくれました。2回の表、これからベイスターズの攻撃に入ります。トップバッターはマーキー、第1球投げました、まっすぐ見送ってストライク、いきなり153キロ。投げました、2球目ストライク、簡単に2ストライクと追い込んだ。投球は3球目、投げた、スライダー、空振り三振。マキ全くタイミングが合いません。バッターは5番桑原、第1球投げた、見送ってストライク、いきなり150キロ。初球ストライクから、第2球投げた、決まってストライク。第3球を投げた、外角、ボール。第4球を投げた、打ちました、ライト前に出る、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスには関根、背番号63。第1球投げました、初球決まってストライク、いきなり150キロ。投げました、スライダー見送ってストライク。投球は3球目、投げました、152キロ直球、空振り三振。関根全くタイミングが合いません。コルニエル最後は空振り三振で仕留めました。2回の表が終わって0対0です。3回の表、これからベイスターズの攻撃に入ります。先頭バッターは外、第1球ボール、投球これから2球目、直球見送ってストライク、投げました、打ちました、ファールボール。第4球を投げました、打ちました、あっとバットが折れた。セカンドから一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。先ほどのプレーです。バッターは8番戸柱、
第1球ストライク、いきなり151キロ。1球目ストライクから投げた、外、外れてボール。投げた、ボール。投げた、低めストライク。さあ5球目、スライダー、ボール。投げた、インコース低めいっぱい、見逃し三振。内角低めいっぱいに決まった。第1球投げた、アウトローへストライク。いきなり153キロ。投げました、決まってストライク。第3球を投げました、内角、直球は外れてボール。次は4球目投げました、変化球、空振り三振。2者連続三振。コルニエル、下位打線を三者凡退、0点に抑えています。3回の表が終わって0対0です。試合はこれから中盤4回に入ります。左バッターボックスはトップバッターの佐野、最初のバッター打ちました、1、2塁間への当たり、1塁へ送る、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは2番京田、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第1球初球を打ちました、これはセカンド正面、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番宮崎、第1打席はレフトフライに倒れています。投げました、初球見送ってストライク。いきなり153キロ、危ない球。第3球を投げました、ストレート見送ってストライク。追い込んで第4球を投げた、ボール。次は5球目投げた、見逃し三振、ギリギリのところに決まった。コルニエ、ここまで素晴らしいピッチングを見せています。5回の表、これからベイスターズの攻撃に入ります。トップバッターは牧、今日の第1打席はスイングアウト、投げた、まっすぐ見送ってストライク。いきなり155キロ、投げた、打ちました、1、2塁間のゴロ、1塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番桑原、第1打席はライトフライに倒れています。投げた、いきなりセーフティーバント、サード取って、サードから1塁送球、記録はサードのエラー、サードのエラーです。第1球、1塁ランナー出た、2塁送球はどうだ、これは悠々セーフ、盗塁を許します。第2球打った、痛烈な当たり、センター前クリーンヒット、センターバックホーム、関根ナイスバッティングです。カープなおもピンチが続きます。さあリプレイです。バッターは7番、外、大きな声援が届いています。第1球投げました、内角低め見送ってストライク。いきなり155キロ、空振り、これで追い込みました。第3球をランナースタートを切った、三振、キャッチャー二塁送球、セーフ、二塁はセーフ。バッターは8番、戸柱。第1球投げました、初球空振り、いきなり151キロ。第2球投げました、決まった、ストライク。投球は3球目、投げました、ボール。投げました、打った、1、2塁間へ、ファースト、これは守備範囲内、マクブルーム、そのままベースに入ってスリーアウト。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。コルニエル、ツーアウト二塁三塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。5回の表が終わって0対0で、ゲームは後半に入ります。先頭バッターはピッチャー今永。第1球投げた、見送ってストライク。いきなり150キロ、初球ストライクから。投げた、打った、ファールボール。第3球を投げた、打ちました、ファール。さあ4球目打ちました、ボテボテのセカンドゴロ、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはトップに帰って佐野、今日はファーストゴロとセカンドゴロ。投げた、外角低めいっぱいストライク。いきなり150キロ、投げた、打った、三遊間へのゴロ、
ショートから一塁送球アウト。これでツーアウトランナーありません。左バッターボックスは2番強打、今日はファーストゴロとセカンドゴロ。第1球投げました、ストライク。少し迷ったか。第2球投げました、打ちました、ヒット。強打、いいバッティングを見せました。さあツーアウトから先制のランナーが出ました。バッターは3番宮崎、今日はレフトフライと三振。第1球投げました、初球はストライク、いきなり153キロ。第2球投げました、外角高め、ボール。一塁へ牽制球を送ります。第3球を投げました、見送ってボール。第4球を投げた、打った、ショートバウンド、一塁送球。菊池軽快な守備を見せました。スリーアウトチェンジ、一塁ランナー強打、残塁に終わりました。6回の表が終わって0対0です。試合は終盤7回に入ります。この回のトップバッターは牧、今日は三振とセカンドゴロ。投げた、直球見送ってストライク、いきなり155キロ。打ちました、セカンドゴロ正面、一塁へ送る、アウト。これでワンアウトランナーはありません。代打は楠本。第1球決まってストライク、いきなり151キロ。決まった、ストライク、これで追い込みました。第3球ボール、投球これから4球目、打ちました、これはショート正面、アウト。これでツーアウトランナーありません。バッターは6番関根、今日3打席目。第1球アウトコース低め、外れてボール。さあ次の投球、投げた、アウトロー際どい球、ボール。投球はこれから3球目、インローギリギリいっぱい、ストライク。第4球を投げた、打ちました、掴んで、これで3アウトになります。満員のマツダスタジアム、スタンドからジェット風船が勢いよく舞い上がりました。8回の表、これからベイスターズの攻撃に入ります。先頭バッターは外、今日はセカンドゴロと三振。投げた、初球出てた、フェンス直撃、センターからセカンドへ、外、いいバッティングを見せました。カープ先制のピンチを迎えます。リプレイをご覧ください。悔しい敗戦です。ご覧のように本日の試合は横浜 DeNA ベイスターズが勝ちました。勝ち投手今永、負け投手コルニエルでございます。さて今日のヒーローは勝利投手の今永、本当に今日は大活躍でした。